の日の NGT48 の放送が始まりました。お疲れサンドイッチ。お疲れサンドイッチ。こんばんは。こんばんは。実家でーす。実家でーす。埼玉でーす。帰ってきた。あの直接足で。おかえり。ただいまー。高校を卒業した妹と一緒です。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。春から大学生。すごーい。無事直卒業できて何よりいました。卒業、うん、よかったよかった。無事に。じゃあ、はい、妹にお、プレゼント。お、私からじゃないけどね。はい、ありがとうございます。リリノがおでんリリノからのお礼、歌唱力の妹ちゃんにって。はい、どうぞ。ありがとうございます。でて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 んてんちゃちゃんちゃ。やった。カードかな。カードです。ありがとうございます。ぜひ飲みます。 Thank you。 Thank you。あ、すごい。はい、使ったことある？ない。普通にそれでこれでって言ったら払えるよな。人ワンドリンク分入ってるってこと？うん、いや、あのいくらか。あ、そうなんだ。だからチャージ系。ああ、朝日も自分でじゃあ500円入れようって思ったら500円できたかな。まあ1000円入れようとか思ったらできるんだよ。へー、なんかギフト。ありがとうございます。もう誰もが喜んでくれるからね。スタバのギフトカードなんてね。ありがとうございます。ちょっとせっかく妹がいるんですけど、今めちゃめちゃ眠くて。今来たばっか。今始めたばっか。そうだからあんまり長くはやろうとは思ってない。ちょっと今日朝からだったんよ。うん、朝からめっちゃ踊ってきてさ。うん、もう新幹線、新潟からこっち来る時の新幹線も爆睡だったし、うん、珍しい。うん、あの東京からこっち埼玉帰ってくる時の電車も爆睡してた。よかった、マスクしてて。マスク生活ってそこがいいよね。口開けて寝てたわ。うん、私は、はい、今朝10時に起きた。10時に起きて、え、日の方が早いわ。二度寝して起きたら16時だ。やばじゃあめっちゃ元気じゃん。日のだって起きたの9時半とかで、ずっとそうやってて。あ、そう、なんか今日あれだね、上越新幹線がさ、うん、いわゆる時の形がラストだったんだって、うん、え、時の昔の時の形。あー、マックスじゃなくて。そう、はい、がもうあれラストなんだって。古い車両だから新しい車両になるの。でさ、日の今日さ、東京に新潟から東京に乗った時の車両がさ E2 系だったんだよね。そのいわゆる。じゃあ乗れたんだ。そう、だから帰りに写真撮ってって言われて。帰りちゃん寝ててさ、あ、その別に近くに座ってなかったのね、新幹線で、うん、なんか LINE 来てて、そう、写真撮って、いいの、東京着いたら写真撮ってって LINE が来てた。うん、撮れた。いいにけ、写真撮れた。日野は撮り忘れた。知らなくてさ、今日までみたいなので、帰りに後でなんでみたいな、うん、って言ったら、あ、そのそう、いや終わりなんだよねみたいな、あの車両がつって、いや知らなくて。で
あ、そうなんだ、まずそこで一旦そうなんだでしょ、うんうんうん、え、いつまでなのって言ったら今日って言ったら今日だったら私も撮ればよかったみたいなそうだね、だからみんなあんなカメラ構えてたんだみたいな。いた、鳥鉄さん。鳥鉄さんかは分かんないけど、普通に一般のお客さんがスマホとかで動画撮ってて、やっぱりめっちゃ今顔映ったって思いながらそう東京駅到着するときにね、あ、そうそう、撮っとりゃよかったわ、だったら。そうだから帰り撮ったの日野です、あれ。あ、そうなの。うん、あ、そっか、んそっか、ゲーム部で一緒だった、うん、載せてた。え、載せてたの。私まだ確認できてないや。ツイッター、うん、ツイッター。ねえ、そっか、寂しいね。なんだかんだマックスがなくなるだけで寂しいけどさ、じゃあもうマックス時315号ってさ、もういつかにはもう幻じゃん、だって。うん、そっか。もともとマックスと時も、あの今の呼び出方違うらしいんだけど、マックスと時もただでさお顔のフェイスが違うじゃない。新幹線のなんかへーっていう顔とさ、ほーって顔してんじゃん、時とマックスって。でマックスなくなってさ、まだ同じ色の時色のさ、あのマックスの色味、マックスじゃないわ、新幹線の上越新幹線の色味がさ、この世に存在しないわけでしょ。つれえわ。うん、青、ピンク、白、そう、あ、それそれ。そうだから帰りも、え、乗れると思わなかったみたいな言ってた。新潟からの新幹線激込み、うん、の好き、激好きだったびっくりした、まあ、平日ではあるから。そう、でも近い時間に新幹線あったからだと思うけど、うん、うん、激好きだった。新幹線か、新幹線の乗車変更を私はよくするわけ。乗車変更、日付変更、うんうんうん、チケットの、うん、でそのためには緑の窓口に並ばなきゃいけなくて、うん、で緑の窓口ってまあ何でも聞いていいんだけどさ、うん、乗車変更は緑の窓口でしか基本できないわけ、うん、人の手が必要なんね、うん、でさ、めっちゃ混むのよ。でさ、めっちゃ混む中にはさ、普通に、うん、あ、じゃあ東京から新潟までの新幹線のチケット2人分お願いしますみたいな人もいるの、うん、いやいやいや、券売機でやれよ。分かんないのかも、仕様が。いや、普段その新幹線あんま乗らない人なのかなって思うけど、うん、もうそのおかげでこっちはさ、時間間に合うかな、間に合うかなってすごい心配なのよね、うん、そう、いや、うん、確か乗車変更は窓口じゃないとできなかった気がするけど、うん、そう、乗車、うん、そう、帰るやん帰るやんと思って、教えてあげる私がみたいな思いましたね。急いでるとね、なんか余計気になるよね、それここなんて、うん、間に合うかな。東京駅とかめっちゃ混むんだよね、たまに。え、私さ、一回新幹線乗り越したことあって、そう、さ、あ、新潟から埼玉に来るときに東京に着いちゃってあどうしようって言って、で、なんか乗り過ごしのさ、うんうん、対応してくるれるところがあって、そしたら次あるんでそれで帰ってくださいって。500円ぐらいでどうにでもなるけどね。うん、電車でってこと。うん、乗り越し金額は、ああ、まあでもそういう問題でもないしね。いや、でも私も一回やってっから、あの、しかも最終ね、ね、ママ最終、ママだ、誰が迎えに来た、パパもママも来た気がする。上の大宮で降りるべきなのに
上野まで寝ちゃってて、最終の新幹線で私が一番ね、あのボロボロだった時、うん、あの急にチーム G の逆上がり出なきゃいけなくなって、もうさせ何大晦日の日に帰ったんだけど、大晦日か大晦日か大晦日の前日に帰ったんだけど、うん、もうその日もリハやって、うん、いや帰んなきゃと思ってであのそうで、なんかその31日と1日はレッスンじゃ開かないって言うから、うん、じゃあ家で練習しようと思って、うん、でこっち帰ってきたらあのもう普通に眠すぎて寝過ごし疲れてそれは踊ってっからさずっと、うんうん、で気づいたら東京じゃなくて上野だったの。あやばいと思ってとりあえず上野で降りて、でもう電車ないわけ終電が、うん、やばいやばいとなって車で上野まで迎えに来てもらったパパとママに。私は乗り過ごしたの上野なのかもしれない。そう大宮の次が上野ん、大宮東京上野、大宮東京上野、多分大宮の次の大宮上野東京だよ、東京が終点、じゃあ上野で降りたか、終点じゃなかったっけ。最終だったからもうなんかその在来線帰れる在来線もなかったんだよね確か。うーんそうそうそう確かね。しかも年末ダイヤだったからさ、また余計ね、そうなんか余計なんか違った気がする。よいしょ、うん、はい、大宮駅で買ったヤクルト線お家にめっちゃあるんだ。埼玉県、うん、新潟県、新潟県、うん、埼玉県1個もなかった。あ、本当？そう私が1個飲んだ、いつか今日はもうないよ、もともとなかったよ。いただきます。75?100 やミリリットル、うん、え、でも小さくない？ん？ズンか、そのまま身長伸ばしたら、うん、うん、あれもちょっと多いはず。ああこれ140円です、自販機、自販機、あ、自販機入ってる、うん、ヤクルト線、うん、あるよ大宮なら。新潟は見かけたことない。そうなんだ。でもなんかさ、日のすごい花粉症がね治ったの、うん、今んとこ候補はルイボスティーのおかげかヤクルト線のおかげかどっちかだね。ちょっとわかんないけどめっちゃみんなに言いふらしてる。ヤクルト線、うん、3週間に1回飲むぐらいで全然治ってない。ルイボスティーを口にしたことない。3週間に1回じゃあれなそんなのもう水だよ水。でもあれはさ即効果あるし、ね、ヤクルト繊維飲んで寝た日私すごい悪夢見たから知らない、知らないけどめっちゃ寝たし。ヤクルト繊維は普通に、でも別にヤクルト繊維にアレルギーの効果とかがあるわけじゃないから、うん、だったら私はあっちだと思うんだよね。R1 飲み続けると来年効果あるっていうよね。あ、そうなんだ。でもだ、うん、いやルイボスティーねだよやっぱ、ね、2年間飲んだらルイボスティーは多分花粉症に効くんちゃいますの。うーん、でもそしたら私一生その効果使えない。なんでルイボスティーまるまるティーが美味しくないんだ。いやそれは嘘だよ。だって緑茶だってグリーンティーだからな。だから飲めないって。あ、そうだこの人ウォーターだけだった。私が飲めるティーは麦ティーしかないん。麦ティーじゃない、麦ティーしかないん。麦ってロースト、違う、それローストライスティーは玄米茶や。なんだっけ麦って英語で、忘れちゃった。ビール、ビール、ビール、ビールティー、ビールティー。だってルイボスティーってお茶じゃないよ。ティーってついて
じゃあ紅茶みたいな部類じゃないの？うん、水をこしてるだけだよ。ティーってだから何でもティーなんだって。うん、でもそのティーが飲めない。ピーチティーも飲めない。それ紅茶が入ってるピーチだからでしょ違う違う違う、そういう茶葉、いわゆるウーロン茶、紅茶、緑茶は同じ茶葉なんですよ、うんうんうん、同じ茶葉の発酵の違いなんです、はいはい、でもそうじゃなくてルイボスティーとか麦茶とかっていうのは、そもそもそのティー茶じゃない、その茶葉じゃない、そうそうそう、お花とかその穀物とか、例えば黒豆茶だったら黒豆の茶だよ、うん、って話。でも多分玄米茶も飲めない。玄米茶は緑茶入ってたりするから分かるけど、ママがストレートティー飲んでてさ、それは紅茶違う、聞いて。で水分をどうしても取りたかったから一口飲んだんだけど、うん、なんであんな独特な飲みかの何飲み心地するんだろうね。知らないカフェインじゃないの、だからあなたが嫌いなのは。だったらルイボスティーは飲めるし、ジャスミンティーはちょっと独特だからね、うん、あんまあれかもしれないけど、あとなんだろう、何ティーがあるかな、まあいろいろあるんですよ、うん、あなたが知らないかもしれないけど、はい、飲み物は飲まず嫌いですか。じゃあルイボスティー一滴も飲んだことないんでしょ。多分。じゃあ飲んでみよう、いけるよ、水だからじゃあルイボスウォーターにするべきじゃない。だってそれじゃ水じゃん水って違う違う違う、水でこしてんの、うん、ルイボスっていう、うん、お花のティーだから、うん、ルイボスティーってついてるけど、ティーはティーじゃん。だから違うの、あなたが言ってるティーはあくまでカフェインの入った基本的な緑茶、はい、日本茶のそのあの辺の茶葉の話してて、うん、でもルイボスティーはルイボスをこしてるだけだから全然飲みやすい。トウモロコシのヒゲ茶は、じゃあ飲んだことないよ。トウモロコシのヒゲ茶は甘くて美味しいです。飲んだことコーン茶は、飲んだことない。コーンティーだけど、あなたのために買ったことはあるけど飲んだことない。飲めよでもだからお茶ってついたらそれはお茶なんだって。だからそれはもうあれ飲み心地とか置いといて名前的にね、うん、お茶じゃん。違う違う違う、水って言うんなら水ってつける。違う違う、ラテラテラテと一緒。あいちごラテとか言っときながらさ、抹茶ラテってなんだよ。抹茶のラテだからカフェオレ、カフェラテってコーヒーに、うん、牛乳じゃん、うんうん、でカフェラテはみんなコーヒー飲めないから飲めないっていう人いるじゃん、うん、でもいちごラテはもういちごミルクなのよ、うん、抹茶ラテは抹茶ミルクなのよ、うん、バナナラテはバナナミルクじゃん、うん、それと一緒。でも私カフェラテ飲めるもん。違う、名称の話をしてるの。コーヒー飲めないけどカフェラテ飲めるよ。それはバカ。なんでバカって言わないで。バカ。え、だからコーヒーとカフェラテは別じゃん。うん、でもコーヒーが含まれてるよカフェラテには。でも牛乳が入ってるし。でそれなら飲めるってことでしょ、うん、でも今ヒノが話したのはそういう話じゃなくて、だってコーヒーとカフェラテは名前別でしょ。一緒じゃん、名前は別でしょ。いやいやいや、でもルイボスティーと緑茶は同じティーがついてる。茶とティーやんグリーンティーっていうルイボスティーとグリーンティーでしょ、うん、ティーじゃん。違う違う、ね、共通してる、うん、いやいちごラテとカフェラテは別じゃないじゃん、一緒やん、同じラテがついてるじゃん。同じ名前だね。どんどん一緒に飲めるよ私、うん、えだからもうやだこの人。カフェラテとイチゴラテは同じ名前でしょ。で私どっちも飲める、うん、バナナラテも飲める。抹茶ラテは抹茶がダメだからダメ。じゃあ飲めないじゃん抹茶ラテとイチゴラテ、抹茶ラテとイチゴラテ、茶が入ってるから飲める茶がついてるんだって本当だ違う、いや今のはただ抹茶ラテが飲めない人だったじゃん。違うよ、抹茶ラテが飲めないのはなんでかっつって茶が入ってるからって言われると思わないじゃん。そうだったわ
ここの紅茶もチャーがついてるから飲めない。それはティーだからね。ロイヤルミルクティーは、うん、飲めるのかい。それだけ。麦茶とミルクティーだけ、うん、じゃあルイボスティーも飲めるかもしれないじゃん。それはそうでしょ、うん、飲んだことないんでしょ、うん、飲まず嫌いやん。飲まず嫌いです。あー、飲まず嫌い、飲まず嫌い、食わず嫌いの女。ピーチティー、レモンティーは飲めなかった。だってそれはあれだから、紅茶だから。ピーチティーってストレートティー飲めなかった、うん、だからそれは紅茶の中の紅茶だから。緑茶も飲めなかった。緑茶はだからカフェイン入ってるからでしょ。でも生茶あるじゃん、うん、生茶だけはお茶の中でも飲みやすいなとは思った。わかる。お茶感ないね、あの苦味ないから嬉しい。うん、甘いよね。それは飲めるなって思った。じゃあルイボスティー飲めるやん。ほんと、うん、なんか授業でさ、うん、日本酒の授業で。日本酒、うん、日本酒って聞こえた。何を学ぶの、うん、あの新潟の大吟醸。あの茶会茶道会みたいな、闘茶だ、闘茶っていう文化があって、うん、お茶の飲み比べをするやつ、はいはいはい、それを授業でやろうってなって、うん、あのやったんだよ。お茶の飲み比べ。聞き茶ってこと？そう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 。今時で言ったら。そうそうそう。でなんか3-6種類ぐらいなんかいっぱい飲んだんだけど、生茶だけめっちゃ飲みやすかった。割と。うん、いやわかるよ。私ももうわかる。お茶だったら生茶かやたかが好きかな。うん。緑茶だったらね。うん。あのポリフェノールが濃いお茶とかあるじゃん。その既製品の普通のお茶は。どこのメーカーさんも飲めるんだけど、なんかさらにそれを濃くしたお茶っていろいろあるじゃん。へえ。なんでわかんないの。パッケージがさ、めっちゃ深緑のとかあるじゃん。うん、あれは生茶は濃いよね。うん、生茶あれがもうあれがストレートだってスタンダードでしょ。なんでわかんないの。わかんない、飲んでないんだから。世間知らなすぎじゃない。水しか目に入れないもん。もっとさ、もっとさ。だって自分の嫌いな食べ物食べようとする、興味抱く、抱かなくね。いや、ひのはだいたいどこのコンビニに何が置いてあるか分かるよ多分。でもそれは飲み物欄をよく見るからでしょ。そう、お茶の中からルイボスティー探そうとするからじゃん。うん、ルイボスティーの場所はもう見当ついてるから違う、お茶は最近お茶が何が出てるかなってあ見るわけ。でもだってそれは自分が飲める上でたまに飲みたくなるからじゃない。違うよ、お茶博士だから飲み物博士だから。そっか、違うよ。最近私水の種類には詳しくなってきたよ。はい、言ってごらんなさい。いや名称は覚えてないけど。なん、どういうこと。え、ミネラルウォーターとナチュラルミネラルウォーターとナチュラルウォーターとボトルドウォーターの違いとかってこと。全然。香水軟水？香水軟水は軟水しか分かんない。軟水が美味しい。ん？イロハスと、うん、この天然水と、うん、あとなん、この各コンビニのやつ分かる、うん？各コンビニ監修 のあるオリジナルね。あと謎にめっちゃ安いやつが大体その4種が置いてある。どこに？いろんなとこに。それぞれのコンビニで。謎にめっちゃ安いやつって何？ツナンの。え、それだからそれファミマじゃん。 あ、そうなの、うん、ねえ勝てない、水で飲み物で勝てないや。私が勝てるのはなんだろう、なんだろう、ファミマのピザマンがめっちゃ美味しい。へえ、そうなんだ。ファミマのピザマンは、ピザマンはどこも美味しいわ。ピザマン、そうなんだけどね。ピザマンは私でもあんま食べないんだよね。肉まん派なんで。肉まんはね食べない。なんで？ピザマンなんか肉まんで油に胃がやられやすくなってる。肉ピザったらピザマンも油分たっぷりチーズだろうが。違う、肉の油分が。ああ、何言ってんだよ、分かんねえよ。牛肉アレルギー星1。やめとけよそんなの。もう星3ぐらいからじゃないと別に関係ないけど、アレルギー星1あるから。杉が星5ぐらい。サントリーの天然水って
この今埼玉で買ったの南アルプスなんですけど、うん、北があるの？北アルプス、新潟北アルプスです。最近へー。でも奥大山ってとこもあります。何が違うの？再スイッチ。あ、違うの？え、てか本当に山から取ってんだ。水って山から取るもんだろ。水ってさ、うん、なんで湧いてくるの？雨が降って、え、そのままってこと？まさかだよね。雨が降ってそしたら最終地って、地上雨が降って、うん、山が滴って、うん、山でどんどん上から浄化された水が流れてくる、うん、それ取ってでも一箇所に集めて綺麗な水を作る。湧き水、湧き水、そう、ろ過ろ過ね。何の話してる？うん、え、だから天然イロハスの採水地が違う話は有名じゃん。へえ。なんで分からないの？コカコーラのことくらいしか知らない。最近高いよね。イロハスコカコーラなのさ、驚かない？全然全部言えるよ。イロハスの、イロハスじゃねえわ、コカコーラのそれぞれ言っていいよ。ほらコカコーラのお茶はとか言ってくれて全然構わない。コカコーラ、イロハス、聞けばコカコーラのお茶は、あ、や、高へえ。いいよ、もっと言って。多いお茶は何？多いお茶は家門。家門じゃない、伊藤園。伊藤園、家門はあれ、伊藤園、ちょっと分かんなくなっちゃった。伊藤園多いお茶って言いたかった私は、うん、家門は、家門はあれ、家門、記憶の中の辞書も今、うわ、なんだっけ、仮面ライダーダブル並みに、イエモンはサントリー、あ、なんだ、合ってたわ。うん、あんまでもこういう話したくない。あ、え、違うんだよ、南アルプスの話題が出る前に話してた話題ってなんだっけ。わかんない、あ、私もわかんない。言って、コカコーラの、コカコーラのお茶は、あ、まさか。飲み物は、え、いっぱいあるやん、ジャンル、ジャンル、ジャンルって、炭酸水清涼飲料水、コカコーラの清涼飲料水はファンタ。あ、野菜100、野菜100、何それ、野菜生活100、生活炭酸水ある？あると思う。炭酸水は炭酸水なんだっけ？何が？炭酸水、炭酸水って出てるのは炭酸水って書いてある。うん、名称が。コカコーラは清涼飲料水？うん。だって、ね、砂糖入ってるじゃん。ああ、炭酸水はない。炭酸水は炭酸水かな？うん。確か。天然水は天然水？天然水はナチュラルミネラルウォーター。ナチュラルウォーターは？水。イロハスは？分からん、水。多分ナチュラルミネラルウォーターじゃない、うん、それは水の汲み方の違いだから。うん、山から取ってくるか川から取ってくるか、うん、加工の仕方、蒸留するかとか火で炙るかとか、うん、炙る、炙るの、炙れないわって、分かんない、なんかだからそういう殺菌の方法とか、ボイル、そうそうそう、とかが違う、確か、確かね。なるほどね。熱するか、はあ、多いお茶は家もんって意味わかんない、いや、伊藤園って言いたかったんだよ今、一緒、そう、口最近間違えるから。いや、何の話してたんだっけ、覚えてない、すごい、もう2、3個前の話題、え、これでしょ、日野が急に南アルプスの話しだしたから忘れたんでしょ。日野も忘れた、聞いてなかった話、それはひどくない？あ、その話は
こうよ。ひの人の話聞かない人嫌い。自己嫌悪。朝日の話聞いてたよちゃんと、聞いてはいたよ。でも私も話してはいたんだ。覚えようとはしてなかった。なんか話題ありませんか？ないです。そっか。ルイボスティーの話だ。え？絶対違う。もうちょい後だったね。あと一個ぐらいあった。その後になんか変な話してたんだけど、ヒノは無視した。ティーの違い、無視は広くない？え、何が？無視は良くない？何の話？覚えてないんでしょ？だから話を聞いた上で忘れることはいいと。聞いてた。無視は良くないと。だって話なんか話す内容じゃないなって思ったんだもん。カフェラテの話は、いやカフェラテの話通過して、ティーの話に行ったから、そう、そうじゃない。マックスの話は戻りすぎです。中華まん、あ、え？中華まんだ。ピザまんの話じゃない？え、違うか。あ、ファミマの血、あ、それかもしれない。嘘、でも水の話した後にファミマの話しなかったっけ？あ、水で勝てないって言った。水で勝てないって言ったから私ファミマのピザマンの話出したんだよ。え、じゃあ南アルプスの話ってそのどっち、前後どっち？あ、そうじゃね。え、だから急に話変えたんだよ。ヒノが私に勝てない話題だから。え、違うよ。え、そうだっけ。わかんない。ファミマのピザマンの話しようよ。ピザマン、ピザマン、ファミマのピザマン食べなきゃわかんないもんな。ピザマン、いや肉まんだろ。だから肉まん、そう、同じ話したよ。肉まん、ね、肉まんは、肉まん、肉まんはさ、じゃあディベートしよう。何の？ピザまんは、うん、肉まんっていう、うん、そういう知名度の地位に、うん、おこぼれをもらってる存在。肉まんはでも中華まんだよ。ピザまんは中華まん。だから肉まんがいなきゃピザまんは生まれないし、うん、ピザマンはピザもなかったら生まれないじゃん、うん、肉まんとピザマンのハーフなんだよ。やっぱそこは親だろ。肉まんとピザマンのハーフではない。いや、ハーフ、肉まんとピザのハーフだよ。ピザマンがいたらそれはピザマンが生まれる。そうだった。だいぶピザマンの成分濃くなって生まれてくる。確かに、ごめん。肉まんとピザのハーフだから、ね、肉まんは親だから、うん、肉まんの方が偉い、うん、別に。だってだっていとこにあずきまんとかいるよ。あんまんか、あんまんとかいるね。しかも肉まんって、うん、東西で豚まんと肉まんって言われ方が違ったりするんだよ。へえ。それってマックとマクドみたいなもんじゃん。マクドね。マクドみたいなもんじゃん。だからピザマンはじゃあ逆にありますか？ピッツァマンとかいうとこがありますか？イタリアの人がピッツァマンって言うかもしれない。ピッツァマン？なんかもうそれなんかもうピッツァのスーパーマンだね。ピッツァマン。ペプシマンみたいな。ピッツァマン。ピッツァマン。うん。でもそういう意味では共通、バンコク共通なんじゃない？何が？ピザマンっていう認識。うん、日本。豚まんと肉まんに。日本発祥、日本発祥。あ、だから違う、バンコク、何？全国共通、バンコク認識。いや、そうだけど、うん、世界中の国入れちゃった。でも肉まんの方が人気っていうか知ってるでしょ。うん、だってピザマンだけ知ってて肉まん知らない人はいないよ。いないと思う。でも肉まん知っててピザマンっていう人いるかもしれないじゃん。でも肉まんとピザまんを出した時にピザまんの方が好きっていう人も多いと思うよ。逆の人もいる。だ、私みたいなさ、この油物ダメだよっていう人、うん、肉の油ダメなんだっていう人、うん、あと私は赤身がすごく嫌いなの、はい、だから焼けてない時ない？
肉まんの中身。まあその半熟ぐらいの。半熟ではないね。そのレア的なね。そうそうそう。うん、それで私一回痛い目見てるから。うん、いやそれはあんたの、あんたのお腹が悪いのがいい、うん、し、その肉まんが悪い。そうだよね。でもピザマンもそれは一緒だよ。一緒じゃない、ピザマンは半熟でも食べれる。だってケチャップとチーズだけだよ。でもだって外の皮ベチョベチョの時あるもん。そういう肉まんも一緒じゃない。いやでもあなたが肉が嫌い、肉が嫌いっていうか肉があんま好きじゃないっていうのと同じように、肉もう肉しか勝たんって人もいっぱいいるわけ。でもピザしか勝たんの、いや絶対ピザしか勝たんより肉しか勝たんのが多いでしょ。ピザしか勝たんはない、ね、ピザしか勝たん聞いたことない。でもファミマのピザマンはチーズが美味しいんだから、じゃあ食べてみる。でもチーズが苦手な人もいるんだから、うん、肉が苦手な人いる。ピザマンの場合は肉が苦手な、あ、じゃあピザマンの場、肉まんの場合は肉が苦手な人は食べれないけど、うん、ピザマンの場合はピザのチーズが苦手な人食べれないし、うん、トマトが嫌いな人食べれないし、うん、もうなんかそういうピザ系が苦手な人食べれないわけ、うん、そう考えたら確率的には肉が食べれない人よりはその辺が食べれない総合の人数の方が多そうじゃない。はい、ロンパー。確かでも肉まんには玉ねぎ入ってる。入ってないよ。たまにタケノコ入ってる。それだからそういうやつでしょ、うん、企業努力た、あってだ。そのピザマンはいろんなピザの種類が入れられるかもしれないけど、肉まんは肉しか入ってないから、だからなんかコラボ肉まんとかいっぱい出すのとか、そうなんかタケノコ入りとかやるの、企業努力。でも実際タケノコとキノコ入ってる方が、キノコじゃねえ、タケノコと玉ねぎ入ってる方がなんか嬉しいよね。高い。高いね。その分確かに企業の努力と材料費が上がってるんです。わかりますか。周りの皮も大事だよね。ピザマンの皮って何黄色いんだと思う。オレンジ色してるよね。ペーストじゃない、トマトのソースペーストを混ぜてんじゃない生地に。知らんけどね。なんだ。なんでもそう、風味だよ風味。企業努力。そっか。でもカレーマンは好きだよ。食べたことない。でも肉まんの方が好き。ピザマンはさ、ファミマのピザマンのどこが素晴らしいかって、マッシュルーム入ってないんだよね多分。汁がマッシュルーム入ってない。そうピザマンに、うん、お前の好きだったよ。マッシュルームが入ってない上にチーズがトロトロしてる。分かった、食べてみるから、うん、何があった帰って。であとファミマに、うん、去年まであったチーズ明太チーズ芋餅。え、今ないの？うん、芋餅どこにもない。ないの？芋のさ、芋の値上がりと出荷量の低下による消滅。ないの芋餅、うん、芋餅ない、どこにも。じゃあ居酒屋で頼もう。いいね。突っ込んだよ。そうじゃないだろって。芋餅美味しいのに。うん、ないんだよ。去年学校の帰りとかに買ってた芋餅。いろんなコンビニで芋餅見つけたら買った。好きすぎて。で明太子私あんまり食べれない、うん、でもそれは食べれた。あーほらこうやってさ、なんかこれは食べれるけどあれは食べれないんだよねっていう人さ、どう思います？明太チーズ芋餅の明太子は芋餅に包まれてる明太子で、しかも少量だから芋と一緒に食べてるから、ラブと一緒に食べてるからドントライクが減ってる。でもちょっと無理してるじゃんね。言い方的に私は嫌いなものは一滴も食べれないのだったら分かるの、うん、キノコは無理。一回食べて挑戦してみたゆえに、あ、うん、もう全部吐きちゃったとかのレベルの好き嫌いだったら分かるよ、うん、パクチー私そうなんだけど、へえ、何の味と思って。パクチー食べてないか、食べたことない。前なんか出ててさ、ケータリングのご飯に何も考えず食べたら、何このまずいのって思ったらパクチーだった。
そう、私あれがダメ、なんだっけ、自宅で栽培できるパセリ、違う、パクチー、違う、あ、豆苗、それ多分、なんで分かったの、多分ね、豆苗かな、名前違う気がする、なんかそれがもやしみたいなやつでしょ、もやしみたいな蜜がついてるやつだ、豆苗じゃんか、辛かったんだよね、うん、あと大根、大根のサラダ、辛い、生の大根ダメかも、美味しい大根が美味しいんじゃない、なんかさ、ここの方、緑の方多分食べたの、うーん、とかさ、わかんないけど、なんかあの野菜スティックの大根好き、うん、ファミマのピザマンを食べてみてください、総括、わかった、いや、それヒノの総括じゃない、あんたはルイボスティーだってな、総括、ルイボスティーとファミマにもうん、アフタヌーンティーとのコラボのルイボスティーが売ってるんです、うん、あれとっても飲みやすくて味も濃くて、うん、あの美味しいので、ルイボスティー初心者の人にはおすすめ、じゃあファミマに行きましょう、はい、ファミリーマートは、うん、あ、馬娘のコラボ商品が売ってます、まだもうないかな、結構前じゃないそれかな、前までクリアファイルとかいろいろあったんだよね、でもアグネスタキオンがいなかったので買いませんでした、ただ最近のウェハースにはアグネスタキオンの SR かな、 SR の研究のやつのカードのやつが載ってたので、何言ってか分かんない、見つけたら買ってみてください、アグネスタキオンが出たら教えてくださいピーヒャラピーヒャラピーヒャラパッパパラパイエー、なんでみんなそれなんで言えんの、ピーヒャラって言ったらそれしかない、癖でさ、うん、ピーヒャラピーヒャラって言う、パッパパラパー見たよシグナル言っちゃまに言うのよ、ちゃまにね、うん、そしたら2人とも声揃えてパッパパラパーって同じトーンで言ってさ打ち合わせとか一回も私も普段から出てるわけじゃなくて、なんか癖なのよ、癖でなんか急にピーヒャラピーヒャラって言っちゃう人なのね、だからびっくりした、 あんたもよく言えるね、ありがとう、うん、イエーイ、始まりってつなげた方がいいわ、違う違う、そうじゃない、イエーイイエーイ、めっちゃホリデー、イエーイ、これ日のこれもある、イエーイ、イエーイ、めっちゃホリデーって言う、あ、いやいや、うん、あとはでも私の知ってるめっちゃホリデー、あややより春の愛の方が印象強いそれは世代ですねとっても世代、うちのあややが黙ってない、ズバッとサーマータイムノリノリで恋しい、あれめっちゃ良かった、サタデーナイト歌方、サタデーナイトすごい良かった、歌唱力の話してる、そう、一番楽しかった、急じゃん、ラフってて楽しかった、大会を忘れたよね、そうライブだーの楽しかった、いや全然そのもうその時も後ろだったから分かんない、割り楽しかった、いやいや寒い、新潟より東京とかの方が寒い、嘘だ、ほんと暑いよ新潟、え雨降ってるもんだって、あそれはね、新潟はねポカポカ太陽だよ、昨日めっちゃ暑かった、多分なーなーなー夢、ありがとうギフト、ありがとうございます、何これ、だるま、だるまさんが転んだ、ひなちゃん動いた、え、新潟の方があったかかった、今日は絶対すりおろしリンゴ、ゴリラ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、一旦止めます。ヒノが言うんだよ。何ですか？
急に止まって何ですか何ですか急に始めて何ですかさっきタイヤと話してた、うん、じゃあもう一回もう一回あのすりおろしとかやめてください。だから次しりとりの、とからやります。なんだっけ、あ、トマト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 って一旦止めます。え、何ですかトマトのループやめてください。じゃあしりとりのしから始めていきましょう。シーナリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリラ。その後ヒノが鳥って言っちゃう。お前は3秒後に鳥という。3秒後だっけ。鳥リンゴゴリララッパパセリ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 。え、 M1 見た？ M1？ R1 は？ R1 は一緒に見たじゃん。え？ちょっと見たか。え、その辺見た？ M1 とか R1 とか。多分大喜利人たち分かる？分かんないかも。大喜利の YouTube ショットとかあげた。あれ見た？分かんない。聞かれても、え、見たことひなに見せられなかった。私他の見せたかもしれない。あ、見せられたよ。面白かった。どれ見せたっけ。なんかライブ会場でみんなでやってるやつ、うん、何のお題見せたっけ。覚えてない。メンヘラなくのいち何なのとかやったかもしれない。ペタンコペタンコあい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 でもね、ペタンコって言いながらそれやってることね、誠さんの方だよ。あい、ペッタンコはこうじゃん。今二人してあい、あい、ペッタ、あい、ペッタ、あい。絶対に成功させようね。絶対に成功させようね。絶対に成功させようね。できた。ロンドンバス、ロンドンスカイ、ロンドンチルドレン、おう、ジャパニーズ餅つき、ジャパニーズ餅つき、へぇへぇふぅふぅ。ペッタンコ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 ペタンコ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 もうちもいいな、かしわかなれて、ねね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 なんでこんな覚えてんの私は今日復習した。なんでなんか太陽が
お笑いやるんだって。あーなんかサッカーでしょ、お友達と。でどれやるか悩んでるの。でも決めてある、決めてあって、うん、もうやるのは決まってたんだけど、うん、こっちにしたらって言って、うん、しりとりを見せて、リンゴゴリラ、うん、メンバーさんの、うん、で、あと私が好きなのこれだよって読んでた2選を見せた、うん、したら最初の決まったえ、メンバーさん、あ、違う、じゃなくて元々あったの初めてやったよ、ここ2人で。え、そうだっけ、うん、なんか毎回この話してない、絶対ぺったんこ読んでて2選の話してる、うん、嘘だ、絶対1回はぺったんこをやってない、やってない、こんな全部やってない、こんな2全部は初めてかもしれない。 M1、ズンズンチャッチャ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 、ドク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 チャンだったわ、ごめんなさい、間違えました。はい、うん、すごいしょうもないこととか円周率とか覚えるのいいよね。 3.141592653589 3.141592653589 6535 6535 6535 8 4 8、ん、3.141592653584、ん、89、合わせちゃった、そこまでなら言える。 3.14 です、パイ分かる。でもそれはあれって略称なんですよ。はい、円周率、でもだって円周率だよ、割り切れないから。うん、知ってる、円周率さ、私一回割り切ろうとしてそうやってやろうとしたことがあってすごいね、ここあの自由帳のさ厚紙のところにね、うん、私書いて、あのなんだっけ、円周割る超直径単辺、うん、なんとか、うん、たなんとか系、うん、か分かんないけど、やって 3.14、うん、あーって書いて、この終わるところまでこういって横、うん、横に書いてからこういったんだけど、うん、もうそこで消えた。だって今までたくさんの研究者がやってきてそれで途切れたらあんたもう研究者になってるよねえ、だから途切れさせてたろうと思って。なんか一回あったよね、なんか若者がさ円周率は実は途切れるみたいな、記事になってたけど、結局それがどうなったか分かんない。円周率途切れたらもうそれは円周率じゃないんじゃない。いや知らんよ、なんで円周率が途切れちゃったらさ、世界中の子供はもうそれでやるわけだ。 3.14 だろろろろを使って、あ違う、もっと短かった3.14159みたいな、なんかそれだけとか、なんかわかんない、なんか一回あったんだよそういうのが。円周率って決めて出すの知らん。半径かける、いや、あ、直径だよ、円周割る直径で合ってるわ多分。それが事実的にできない、割り切れない、もうちもそれがずっともしだと思ってた、それがもちになってるの。最近の小学生3らしいよ。なんで、それは違うじゃん。でもだって 3.14 をさ四捨五入したら3だね。確かに、確かに。でも今日は円周率の日だって騒いでた私たちはいつか。ホワイトデーじゃん それぞかけて、いや今日はホワイトデーだし円周率の日だから君には僕が焼いたこのパイをあげるよって、あげてたかもしれない誰かはどこ知らない。あでも今 3.14 らしいよ。 15?3.14 へえ。一回3になった時あるけど。そうなんだ。でコメント欄は言うてますけど、言うてますけども、コメント欄なんで、そうです、ね、公式化の見解かどうかはちょっと皆さんの判断に委ねるというか、ね、最近話題の自己判断です。はい、あでも聖徳太子がいないのは結構ガチらしいねなんでガチではないか。でもその馬宿の王子はいた、知らない。でも聖徳太子と呼ばれている肖像になってるよね教科書。ああそうなの、うん、え聖徳太子は何なのじゃ。えだから聖徳太子の存在が危ぶまれてる、なんで歴史だから。そっか、聖徳太子
聖徳太子は馬宿で生まれたから、うん、馬宿の王子みたいな名前だったって、うん、のよ、うん、それは聖徳太子がいた場合の逸話ね。え、馬宿の王もいないのじゃ。知らない。だって聖徳太子的な人がいなかったらさ、いやわかんない、ごちゃごちゃになってるだけかもしれないよ。水戸天皇、うん、最古の女性の天皇様、うんうん、覚えてないけど、うん、がいないんじゃない、冠位12回みたいなやつないんじゃない、あれ、あ、その聖徳太子はいたけど、その肖像画が聖徳太子ではないってこと。だから全部、あ、全部嘘だったかもしれないの、うん、かもしれない運転。あ、そっか、歴史だから。ヒヤリハット、ええ運転って今言わなかった、かもしれない運転って言ったでしょ。ヒヤリハットには気をつけてください。ねえ、それヒヤリハット、ヒヤリとかハットすることに気をつけようの回知らない言葉使わないでこれ面白いって言ってるよ私、ありがとう。キラーン。でも、うん、いい国がいい箱になったりするじゃん。うん、私どっちで覚えたの。私どっちで覚えたの聞けよ自分に。ひのはいい箱だよ、もう。じゃあいい箱か。うん、なんでいい国からいい箱になってまたいい国に戻ろうとしてんのいいやん、戻しとけ戻しとけ。でももう一個あるんだらしいね今。え、確か候補がいいハニーとかいらん、もうそういうのいる、いらんよ。泣くよウグイスみたいな。泣くよウグイス。平安京、うん、平城京と私全く分かんない。平城京は何年、全然分かんない何にも覚えてないの。日本史、織田信長が、うん、明智光秀に御臨終されて、うん、あ、違うんだよね、1582年本能寺の変の話題も上がったから、うん、あ、そうなんだ、やろうとしてた態度。それはちょっと面白くないと。納豆ネバネバ平城京、何それ。今 見て思い出したわ。納豆なの。そうだよ、710年。納豆って覚えた。覚えたかも。もう時間だ。え、嘘、はあ、すごいね。ん、え、何時間やったこれ。え、45分ぐらい。1時間ぐらいルイボスティはお茶かそうでないかの話題しか生み出せてないよ。レッツディベートということで壇上読みます。13位むっちゃんさん、12位としさん、11位パックさん、10位太郎さん、9位しんじゃろすさん、8位突破Qさん、7位ゆくおしじいさん、6位ひよりげたさん、5位市田さん、4位とうごさん、3位ベロさん、2位よしさん、1位しんいちさん、ありがとうございました。ありがとうございます、おめでとうございます。3を今忘れてた、下につける。ん、あさひさん、あさひさん、ひのさん、あさひさん、ひのさん、今下目につきました。あさひさん、ひのさん、うん、ピッチス下目、ひのさん、ひのさんありがとうございました。ファミマに行ってください。はい、ファミマに行ってレイボスティーとピザマンを買おうの会、Yes、推しの妹と胃袋をお揃い会話あのヤクルト線買うと姉妹とお揃い会話になります。あ、サントリー天然水南アルプスでもよろしい。ということで今日も一日お疲れ様、またね、おやすみ村、バイバーイ。終わってた、バイバーイ。